日本現代歯科文学館は岩手県北上市にある日本で唯一の歯科専門の文学館。事業主体は北上市。管理、運営は日本現代歯科文学館運営協会。明治以降の日本の詩、短歌、俳句、川柳の書籍や雑誌など歯科に関連するものを作者の有名、無名を問わずに収集、保存し、閲覧に供しているほか、 テーマを設けた年間展示や井上康氏の記念室、廃人、山口清村の移築した居宅を見ることができる。また、1986年より、歯科文学館賞を設立。以降毎年、詩、短歌、俳句三文やそれぞれに表彰を行っている。初代名誉館長は、井上康氏。初代館長は、大田敏穂、二代目線、畑忠夫、三代目は氏の、 広市、玄関長は、高野陸夫。次の文館が設置されている。前年一年間の詩、短歌、俳句の作品集から最も優れたものを表彰する。章で、名誉館長、井上康氏の提唱によって1986年に創設された。選考結果は、修営者の文芸誌、スバル6月号に掲載され、5月下旬に、鹿文学館にて、 蔵床式が行われる。歯科文学館賞受賞者、受賞作一覧北上市日本現代歯科文学館、条例。ありがとうございます。